大きゅうなったなお前さん。最初チビだったのに、しかも人間をめっちゃ怖がってたのね。ちょっと可愛がられて大きくなったな。ね。猫アレルギーだからすぐ手洗わなきゃ。あら、ゴロゴロ言ってる。ゴロゴロ言ってんな。ゴロゴロリーン、ゴロゴロリーン。かわいいな、お前。その前、噛みつかれたからな。甘噛み。かわいいね。かわいい。かわいいですね。よち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 。早すぎやろ。よし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 。よしよしよし。ムツゴロウさんになった気分だね。絶対血糖症だろうな。シャムとかっぽいな。シャムじゃない、なんだ。車が来る。もうかわいいなお前。女の子です。ゴロゴロ言ってます。伸び伸びしたの、伸び伸び。車は気をつけなきゃね。危ないから。かわいい子ちゃん。よく動くなお前は。ね。かわいいね。全然泣かない。ずっとゴロゴロ言ってるだけ。聞こえるかな？聞こえないか。さすがにちっちゃいか。音が。ゴロゴロ言ってるの。クロちゃん。やばい、鼻がムズムズしてきたぞ。
日が待ってるかもしれない。やばいな。マスクしてくればよかった。たくさん撫で回してあげたいんだけど、猫アレルギーになっちゃったからそれができないのよ。白黒ちゃん、どうしたの？ムズムズしてきちゃったよ。そろそろ限界かもしれないな。どうですかお客さん、ここら辺気持ちいいですか？撮ってますね。首とかね、ほら、凝るでしょ。よしよし。よし。気持ちいいね。ね、ここら辺とかね。猫マッサージ。ここですか、ここですか、お客さん。この前はお前さんの親がおったけどな、今日は親いないな。痛い。ほら、すぐ噛みつく、すぐ甘噛みつく。痛いよ。ちょびっと。よしよしよし。あら、かわいいな。もみもみしてる。してんの。親と離れるのが早かったかな。どうですか皆さん、美人さんでしょ。きっとこの子は美人になるぞ。もう美人だからな。ね。はいはい。道路は危ないよ。カマチョ。カマチョ。そして。めっちゃ構われて満足したらどっか行くんだよね。猫ちゃんはね、
そう危ないからね。耳ちゃんと綺麗にしてますか、お客さん。綿棒で掃除しないとダメですよ。あら、かわいい。綺麗、綺麗。あなたと戯れてもう11分経つね。またお風呂入れてあげたらもっと綺麗になりそうだな。おとなしゅうなったな。リラックスしてきた？リラックスタイム入りましたね。しかし、毛がふさふさやね。まだ若いから。心臓の音が心臓の音なのか、ゴロゴロ音なのか。ゴロゴロ音は心臓の音なのか。さて、どっちでしょう。大丈夫よ、怖くない。車怖いね。痛え。ハムハムさん。なんだ、遊びたくなったのか。遊びたいモードに突入。遊びよしよし。
今日はっていうかあれなのね、今日はというか鎌町だよね。甘えたい日ね。甘えたい時間はいつまで続くのかな？あなたは。おい。さあ、もう去るかな。もう満足したかな。触られるのに満足した。あらら、怖がって行っちゃったよ。戻ってくるかな。あそこにいるけど。もう来ないかな。さっきのね、多分走ってきたので怖がっちゃったんだな。ああ。子猫との戯れはここまでかな。涼しくなってきたな、夜。あら、鼻が水飲んだ。もうリラックスモードだな。どっか行くわ。まあ最近喉がね、調子がね、いいんだか悪いんだか、あまりでも張るような歌を歌うとすぐ枯れてしまうんで、なるべく声を張らないような歌をね、選曲して選んでおりますが、まあどうかな。じゃあまあ皆さん、あの子も行ったんでね、バイバーイ。